昭和音楽,堂音楽堂さあ今日の特集は誰でしょうか今日はですね、はい、渋いですよね、うん、中村雅俊さんの、ね、歌の特集ということで、はい、俳優さんでありながら数多くのヒット曲をお持ちですからです、ねね、僕も作品提供してますじゃあそれも楽しみにお聴きください 皆さん、いかがお過ごしですか。作曲家の林哲司です。昭和歌をを声の会する俳優の半田健人です。最近どうですか。最近ですね。まあ、あの、うん、ちょうどここに来る時にも、新幹線に乗るんですけど。うん、この間、三四歳かな、男の子なんですよ。うん、お母さんに手を引かれてね。うん、手にね、大事そうに。 さんのぬいぐるるみを持ってわけですよ僕が子どもの頃もそうだったんですよ今こんなんですけども今こんなんですけれどもねでも今でもほら今でも好きなんですけどもねでそれでねそういう子どもたちは男の子でも女の子でもねすごく気持ちがわかるすごく僕はねその子見てねハートフルになったんですけどねいかんせん疑問だったのがその子はグリーン車に乗っていきましたからね <laughs> そ,うそうか,いかんせんねそこはまあ親の教育というかねまだ普通車でよかろうがみたいな<ー>身に余るグリーン車の座席で悠々自適にしてましたけれどもねなるほど、うん、半田んの顔が緩んでるのがないすんごい印象的なんだけど、うん、前にいてね、はい、さてこの4月からですね昭和音楽堂も放送範囲が広がって関西は MBS、はい、岩手 IBC、広島 RCC、うんはい、長野 SBC、そして宮城 TBC ラジオとね本当に各随分広がりましたね,ね皆さんに聞いていただけるいい調子ですよでいはい、はい、番組5年目ですこの昭和音楽堂はですね作曲家林哲次先生と私昭和大好き昭和歌謡の魅力、えー、そのあたりをですね、えー、まあ解説役というかおせつかっております俳優の半田玄人がお送りしている番組なんですが最近は作曲までやりだし最近作曲もやってますよ、はいえー、これからアイドル売っていかなきゃいけませ からね、せっかくそんな歌謡曲に精通している2人がお届けさせていただいているということで、はい、作詞か作曲か編曲かとかねあとはその演奏家時には、えー、レコード会社プロデューサーミクサーの話など <laughs> な、ね、もうマニアックすぎるというね、うん、そういうような視点もですねトークに盛り込んでいこうというそんな番組でございまして、はい、それゆえに偏ったテーマであるとか、うん、これをちょっとですねお二人にあの紐解いてもらいたいなんていうリクエストなんかもどんどん受け付けておりますんでね皆さんと番組を作っていくと。うん そういう気持ちでやっておりますんでね。はい、皆さんからリクエストなどお待ちしておりますんでよろしくお願いします。放送エリアが広がったということで、ねはい、昭和歌謡も広げて、はい、え二、ー、十世紀の曲ということを範囲にね、はい、えー、お送りしてきているわけなんですが、はい、今回は TBC ラジオ宮城県にスポットを当てて宮城県出身の中村正敏さん、はい、彼にスポットを当ててお送りしようと思います。正敏さんといえば林先生も書かれてますよね。書いてますね。 正シさんほら震災のあとね復興の活動とかやられてますからねかなり力入れてやられてるってこともね伺ってますからね今日は中村トシさんの特集で参りましょうかお楽しみくださいしかしまあこの曲は泉拓さんの作曲なんですけどね泉拓メロディーのね象徴ですシンプルでいて切なくてでもこういう曲がねミリオンセラーを記録するこの昭和49年ですかいい時代ですよね歌 っていう感じですね。そう、歌っていう感じ。でね、その歌という感じで言えば、これ実は、この B 面に収録されておりますですね、うん、青春貴族という歌があるんですが、はい、これ僕個人的に好きなんですよ。ちょっとこんな歌なんですよ。聴<ー>いてください。 そうですか爽やかでしょああ爽やかだけど、うん、泉拓さんが「泉拓、はい、シンガーズとやてて」と、ね「青い三角定規」だとかさ泉拓シンガーズが歌うようなタイプの曲かなそうです健全で今ね触れ合いを聞いて、はい、音楽家としてすごく感じたんだけどさ、はい、いいメロディーって特別なアレンジをガシャガシャこう施したようなものでなくても十分に通用する。 本当デモテープでも良いという感じですよね、うん、今このアレンジだったらデモテープぐらいの、ええ、アコギ2本で始まりますからねですよね、ええ、でもメロディーがしっかりしてていい詞がはまってれば歌ってそんなに飾り付けをしなくても十分に伝わるということで,で<た>いやだからこれはね本当にあの当たり前っちゃ当たり前なんですけどやっぱり今の音楽の世界に少し 書いている概念かもしれませんねですよね今リズムが強調されてますからねうんいいんですけどねそれはそれででこの間ね僕ねはい。杉山清太君の新しいアルバムをやってて<お>そで新曲半分の過去の一曲をセルフカバーセルフカバーしてるってことでまあ四曲ほどアレンジしたんですけど、ねえー、それなりに自分でこうやってて楽しかったんですけど、ねはい、この触れ合いを聞いた時にねあそうかいいメロディーっていうのは本当にアレンジ来らなくても そのまま伝えられるんだなっていうのことの証明をされたような感じがして。そうなんですよね。うん、やっぱりね、アレンジャー出身じゃないですか林さんも。なのでアレンジャーありきで作曲って浮かんだりしません。あ,ありますね、サウンドを意識した作曲ってありま、ね。そうなんですよ。このイントロから導かれるこの出だしとか、うん、ここではこのリズムに変えてこういう感じで盛り上げていこうとか。うんうん だから例えば平尾正明先生は編曲されないんですよねほとんど。で作られてますよね。で初めからそのアレンジは任せてしまうというようなスタンスで書かれてるのでやっぱりメロディーをいかに大事にされてるかっていうのだからおのずと平尾先生の曲ってそういう曲多いじゃないですか、うん、だからビートルズもそうですけどこの歌って残るものって、うんうん、アレンジがなくても大丈夫だし、えー、本当に何かビートルズの曲もそうだけどさ、はい アレンジもありきでその歌を覚えちゃうとかってあるよね。愛の手ーで歌っちゃうとかね、うん。例えばさ、オブラディオブラドなんかさ、うん、はい、ダンタダダン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 うんちゃうちゃってのは、そうで,、ね、で自分の中で口字編み線でやっちゃうみたいなとこあるからさ。えーえー まあ、なんか口三味線ができるぐらいの印象的なフレーズであれば多分 OK なんですよ。青い三角定規の話さっき出ましたけどそこでも「うん、太陽の暮れた季節」でもね「うんはい、チャラチャチャンチャンチャンチャチャンあ<ー>と」あのイントロはありもうそこからもう連想するから、ね。はい なるほどまた一つ教えられましたね、えー、この番組をとる。触れ合いでこんなに喋るとは思わなかった <laughs>、はい、でですね中村雅俊さんは宮城県の女川町だったんですよね、はい、だから今回災害でかなり被害を受けた場所なんですけど、えー、そういうところからやっぱり自分のふるさとっていうことに対する思いっていうのもすごく強くあったんじゃないかと思いますけどね、はい、頑張ってほしいと思いますけど、はい、中村さんといえば役者さんですから、えー、ドラマに出てその主題歌を歌うというのがね、うん、一つのパターンで。 1975年昭和50年のドラマ「俺たちの勲章」の挿入歌だった「いつか町であったなら」そしてもう一曲ですね1975年昭和50年の「俺たちの旅」これは僕も見ましたねこの主題歌だった「俺たちの旅」2曲続けて聴いていただきましょうどうぞ 2>, 2曲続けて聴いていただきましたが「うん、恋人も濡れる街角は」は林<れ>さんも評価されてましたねこれねいいメロディーだと。あの日本っ っていう国の音楽を考えたときに、はい、時代時代で変わって偏差があると思うんだけど、ええええ、歌謡史の中で、はい、歌謡ポップスっていう位置があったとしたら、ええ、ものすごく如実にその位置感を示している曲だなって感じがする。ちょっとあの聞いてる方何言ってるかわかんないかもしれないけど、いわゆるもう日本を感じさせる曲なんですよ。なるほど。僕の中で。 でもねその意見が一方であると僕さっきも言いましたけどじゃあ吉田拓郎さんのメロディーあれが日本だなと僕は思ったんですけどねあそれもそうですねだから例えばボブ・ディランから始まった「アイ・ホーク」を聞いてて日本風に作ると吉田拓郎メロディーこれは東京新宿ですねそうそうそうオフィス街のでもさこの時代で考えると歌謡曲っていうにはちょっと語弊があってさでポップスっていうに言うと語弊があるようなちょうど そのの中間点みたいいなななところでで浮遊してるるよような一観のよう一気がするんですよね、うん、僕はね桑田佳祐さんというアーティストはねそこまで研究したことないんですけどもね、うん、多分ものすごく歌謡曲というものを好意的に捉えてるミュージシャンだなというふうに思いましてあそれはあの自分が歌う曲の中にもそういうタイプのものがありますからね。 やはり育った時代の一番いいポップスを、洋楽も邦楽も吸収されてる世代だと思うんですが。あのね、これ前話したかもしれないけど、そこがね、サザンの強みだなと思って、ね、僕はオメガトライブやってたんだけど、うんえー、本当にね、サザンって、その同じ湘南でもね、はいはい、氷の垂れ幕があるさ敷なんですよ、うん。はいはいはい。 があってね、海の家なんですよ<ー>でもね、オメガを作って、僕らっての、ビストロとか、カフェとか考えて作ってますから、どっちが強いかって言ったら、やっぱり原風景としてはさ、ね、海の家があるところで、サザエとかって書いてあると、やっぱりそこで聞くにはサザンでしょう。オメガは聞けないよみたいな。うん、まあでも、時代性から考えると、やっぱオメガトライブのような、ういうはね、今までのね、日本の海の原風景を根こそぎ変えてしまうようなイメージなものっていうのがおしゃすごい。 必要だったぞやっぱり時代もパッションもモード系が流行ったりですねまさにバブルの前夜だじゃないですかだからそこに人々というのは魅力を感じてね、うん ハイカラ文化ってのは日本の歴史をたどるにずっとあるわけですからねだってねよく僕聞く話が80年代やっぱ洋楽一辺倒だった学生若者がですね歌謡曲なんか聞いてるとダサいっていうふうに自分で言うわけですよだけどオメガは聞いてた例えばじゃあ彼女とのデートに洋楽とかばっかり入れていくんですけどそこに「オメガ」が入ってても別にそれはむしろかっこいいとそういう感覚で「オメガ」っていうのはやっぱ捉えられていったんでそれは はこちらら側かすすすると狙ってた部分ピピンポーンン、ね、ンポポででねデートミュージックですから、ど <laughs> うぞ、んうん、みたいな。でね、今感じてたのは、ね、はい、デモテープの存在ってさ、はい、あの半田君も今、曲作って、デモテープいろいろ凝ったりとか、えー、簡単に済ましたりとか、いろいろ試行錯誤して作ってるでしょ、うん、俺中村正俊さんの歌が、はい、これを契機に歌い方変わったような気がするんだよ。あ 要するに桑田さんのデモテープに影響されたとされたんじゃないかなとああ<ー>でやっぱりこの歌い方の節々にちょっとこもったよ、ね、デモテープの影があるんですよああでもそれはね、うん、桑田佳祐さんという歌手は特に個性的ですから個性があるからね何でもそうじゃない、ね、カラオケ行った時でもものまねまではいかないですけど、うん、本人の歌手風に歌った方が簡単っていうのがありましたね 見本があるんで見本通りにやるっていうのが一番曲の解釈としてしてしまいがちそれでね俺たちは時々オーディションやるともごまかされちゃうんですよねああ曲を歌ってオーディションするとうまいなと思ってオリジナル曲をあてがうとまんまじゃねえからあれんか全然違うなみたいな感じになっちゃうそれは作曲家あるあるですねそうなんですよそうね そここは困るところなんですけどねデモテープか、うん、桑田さんのデモテープ聞いてみたいですね。さあ今日ラストナンバーになりますけどこれはですね僕が84年かな1984年に中村雅俊さんに提供した曲で、はい、作詞は木本康さん<ー>パズルナイト」という曲があるんで、はい、ちょっとまあ僕が書くとどんな感じになるのかっていう感じで聞いてみてください。はい、パズルナイトです いやちょっと恥ずかしいなんでですか今中村雅俊という歌詞を客観的に見て書いたら、はい、こういう,う曲にはならない曲にはならないねああ<ー>うん。 まあ、折しもその84年といいますのは、はい、作曲家林哲次がレコード売り上げナンバーワンを記録した <laughs> そんな年でございますからうんまあいろいろな方からオファーがあって、えー、もちろん中村さんも大好きですから書かせていただいたわけなんですけど、はい、自分の作風がこの当時持ってたものと中村雅俊さんの本来あるものと折り合いのつけ方が自分の中に引っ張りすぎてますね<ー>これは。 林さんの例えば「北ウイング」であったりとかがヒットしてた頃の作品に、うん、中村さんを引き寄せてきすぎちゃったっていう中村さんの本来持ってる例えばさっきの恋人のぬれる街角って桑田さんの色が強いんだけど<ー>でもそれは中村さんの本来持ってるところと近い部分があるじゃないですか。 本来のコアなところと中村さんのやってこられたコアなところってちょっと違うような気がするんですよね。うんうん、だ今だったらもうちょっとその折り合いっていうのはうまくつけられるような感じは正直しました。ポコですね、えー、いやいやでもそう言われますけど結局その歌手って何でもそうなんですけど、うん、ヒットした最初の曲が路線として勝手に思い込んでしまうところってありますよね。ななるほどねね個個性として、ねうん、個性とととししてて、うんね、だから最初初がが例えばこういったリズミカルでアッップテンポなものが初のヒットとなっ っていれば中村雅俊という名はこうだよねっていうなってたかもしれませんしあなるそんなこともいろいろ反省させられるような。<laughs> というわけでね、はい、今日は TBC ラジオでも番組が始まったということで宮城県出身の中村雅俊さんの作品を特集いたしましたがいかがでしたでしょうか。ね さて、この昭和音楽堂の YouTube のリクエストもアクセスとともに増えてきましたので、はい、えー、そうですね、放送地域拡大と伴いましてね、この番組もどんどんと浸透していけばいいなという思いでやっておりますけれども、はい、皆さんからの企画をね、お寄せいただければ、それを番組に反映させたいと思いますので、誰々の特集がいいっていうのでもいいし、ざっくりしたもんでもいいですよ、うんはい、リクエストお待ちしております。お便りはですね、お聞きの放送局の林哲次半田健斗の昭和音楽堂の係り、 または郵便番号 422-8680SBS ラジオ昭和音楽堂の係、はい、ファックスは 054-287-5555054-287-5555E メールは音楽堂アットマークデジ SBS.com でお待ちしておりますはいいお願いしますまた SBS ラジオの番組のホームページからもリクエストできますので昭和音楽堂で検索してみてくださいはい。 林哲司、半田健人の昭和音楽堂お相手は林哲司と半田健人でしたそれではまた来週さあ皆さん、えー、いかがだったでしょうか、はい、今日の番組はね、はい、番組ではですね皆さんからのリクエストやメッセージをどんどん待ちておりますのでね。宛先は宛先は SBS ラジオの昭和音楽堂のホームページからご覧いただければと思います、はい、よろしくお願いします